1>, 1チップ MSX1 チップムスとは MSX2 規格をフプが上で再現したハードウェアエミュレーターである。出荷時の設定では MSX2 相当の回路になっており MSX パソコンのように使える。同人サークルのエセ職人工房が手掛けていた MSX を周辺チップも含めて1チップ化するエセプロジェクトが先駆けである。その後、 MSX アソシエーションに引き継がれ、フープガを使用したアーキテクチャへの変更が行われた。当初は、MSX1 相当1スロット機の使用で、製品化が検討され、アスキーのウェブサイト上にて2005年5月20日より、同年8月20日まで、予約注文が行われた。なお、MSX の提唱者の一人だった、西和彦は、5000台の予約数に満たなかった場合には、 自分のポケットマネーで不足分を全部買ってでも発売してみせる。と宣言していた。しかし、予約数が最低目標の5000に満たなかったため、8月26日、アスキーによる製品化は見送られた。2006年8月11日に MSX に相当の仕様に改められた。試作機が一般公開され、同年11月に発売された。 発売元は D4 エンタープライズ。価格は2790円。5000台の限定生産で2008年9月に完売し、販売を終了した。販売は通販で行われたほか、実店舗で扱っている店も存在した。2011年10月15日に修理、サポートを終了している。本体は上面に拡張スロットを2つと、電源。 リセットスイッチを手前にジョイスティック端子2つなどを配し、カートリッジ使用ゲーム機のような見た目をしている。筐体はブルーのスケルトン仕様で、外からアルテラのフップがチップを確認することができる。フップが2はアルテラのサイクロンを採用し、チップ自体には 21.48MHz が供給されている。CPU 速度は 3.58MHz のほか、 非公式設定で 10.74MHz 相当にも変更可能。メインダムは 1MB、ベレムは 128KB。また、実機では乾電池で保持されていた RTG の時刻、スタラムに保持される内容等は電源弾と共に消失する。拡張スロット2つは近接しており、カートリッジ形状が大きな機器では物理的に干渉することから、 にスロットを併用できない機器も存在する。記憶媒体として SD メモリーカード、またはマルチメディアカードが使用可能。ディスクベーシック、実数第一水準の漢字ロム、MSXDOS に MSXMUSIC と SCC 互換の拡張ウェーブ音源の機能も搭載する。SCC 等の波形メモリ音源はエミュレータや非公式ソフトでも扱えるが、ユーザーが 正規に扱える環境としては1チップムスは、スナッチャー並びに SD スナッチャー添付の SCC カートリッジと並ぶ数少ない存在である。等速読み書きでデータレコーダーの接続も可能である。ただし、FDD を利用する場合、MSX 用のものが別途必要となる。将来性を見据え、拡張用に USB も2つ備えているが、制御ドライバーが内蔵されていないため、 現時点ではダミーポートである。出力はビデオ S 映像のほか、VGA 端子でティップスイッチの切り替えにより 15kHz、31kHz に対応する。キーボードは PS にコネクタで接続する。ハードウェアとしては相当する回路が実装されているため音源の出力など実機とは異なる動作をすることもありものによっては商品に書き込まれたものよりも 新しい CD 内のデータに更新することで改善する可能性があるほか、実機では動作するものが追加で内蔵されたデバイスや挙動の違いにより動作しないこともある。基本的な部分がフプガで構成されており、評価ボードとして銘打っている商品の売価は同じチップをコアとしていても1.5倍から3倍程度のため、本機は周辺インターフェースが実装済みの安価なフプガの 評価ボードとしても利用可能である。ただし MSX として以外の使われ方は稀である。評価ボードとして MSX として機能するためのデータが付属しない互換ボードの販売も行われている。プログラミングや改造によって回路変更を行うことで様々な用途に活用したり、さらには夢の MSX さんを自身で設計できるといった触れ込みだった。 しかしチップの規模から未使用の論理ゲート数は少なく、現状から大きな拡張をするのは困難とされる。また、開発には別途パソコンが必要となる。フープがを書き換えて MZ-700 化した例もある。有志によって VDP を最初から書き直し、MSX に相当にするファームウェアも開発が進行中である。ありがとうございます。